大事な話をします。ご存知の通り、私はシングルマザーです。娘のマナミ、愛情のすべてを私はマナミに注ぎました。マナミはもういません。2月13日、警察は誤ってプールに転落したことによる事故死と判断しました。もう二度とあの小さな手が私に触れることはありません。あの柔らかい頬や髪に私のこの手が触れることもありません。マナミの死は、それは多分保護者としての私の責任です。でもこのまま終わりにはできない。マナミは死にました。でも事故死ではありません。マナミはこのクラスの生徒に殺されたんです。やればできる子なんです。命は重いですか。君は明らかに出来損ないだ。あいつこそ出来損ないだ。見ろ。法律があなたを守るとしても、私はあなたを許しません。これから行う大量殺人、悪魔だ。残酷なクラスメイトたちに追い詰められ、爆弾の使い道が決まった。折口で殺される。バカですか。まだキスもエッチもしたことないのに。ドッカン。告白。これが私の復讐です。